皆さんこんにちは、池さんです。今日はですね、久々に DIY の動画を作ってみました。ハイエースの後ろに2段ベッド作ったんですね。その2段ベッドの制作過程を今回ね、全部お見せしますので、ぜひ最後まで見ていってください。一体ね、どういう2段ベッドができたかっていうと、もういきなり完成から見せちゃいます。こちらです。バン、こんな感じ。我が家はハイエースのワイドミドルルーフっていうね、ちょっとね、横幅の広い、ハイエース乗ってるんですね。で、ずっとね、大人2人、子供2人、1列に並んで寝れてたんですよ。ところが、予想以上に子供の成長が早くてですね、ここ1年で上の子に関しては身長10センチぐらい伸びちゃったんですよ。いきなりぐん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 つって。だもんで、もう今ね、いくらワイドとはいえ4人並んで寝るのがさすがにきつくなってきたんですね。そこで2段ベッドを作ることで、子供を上下に寝させると一気にこう空間的にゆとりができて、夜ね、寝る時も全員が快適に寝れるんじゃないかなと思いまして、 DIY が全然得意ではない池さんがですね、久々に知恵を絞って、2段ベッドを作ってみました。特徴的なのは、やろうと思えばたった1日で作れちゃう手軽さね、イレクターパイプっていうのを使って作ってみましたので、ぜひね、その全工程をね、見ていただければ嬉しいです。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録等々もよろしくお願いします。では早速行ってみましょう。イレクターパイプで作る2段ベッドスタートです。 Here we go。はい、約開始から3時間ですかね、実質3時間ぐらいで、ここまで完成しました。まあ、お昼に思いついて図面書いて買い出し行って、約4時半だったかな、から作り始めて、なんとかここまで、できちゃいました。もうね、あと明日組み込むだけですね。朝になってからやりたいと思います。さて、翌朝になりました。昨日作りました2段ベッドキットね、明るいところで改めてご紹介してみたいと思います。はい、ディレクターで作りました2段ベッドキット、まあ概要はこんな感じです。こんな形をしております。ちょっとね、詳細をご紹介していきましょう。まず長さが1780ぐらい、そして横幅、広いところで650ですね。はい、注目はここですね。ちょっとね、跳ね出ししてるんですね。これね、後で収めた時にわかるんですけど、可能な限りこの横幅を650取りたいんですけども、どうしても足の位置を一番端っこまで持っていくことができなかった。なので足の幅を狭めて少し、天板を跳ね出すことでね、可能な限り横幅が取れるように工夫しております。なのでここからここまでが、ヤッホー、何やってんの。そうなの。そうか、もう一回探してこい。さあ、子供が話しかけてくるので中断してしまいましたけども、ここからここまでがね、実際のベッド面になって、だいたいレングスで1650取りました。なので、まあ、子供向きのサイズになりますね。さあ、そしてね、今回ね、こういうパーツを使ってます。これですね、これがね、ちょっと特徴的です。メタルジョイントって言います。実はね、ここからここまではつながってないです。
こっちが貫通してるので切れてるんですけど、このメタルジョイントっていうスチール製のジョイントを使うことで1本と同じぐらいの強度を持ったまま分割したパイプを連結することができるんですね。なので跳ね出してる部分なんですけども、グッグッとね、こう荷重をかけてもここで1本と同じぐらいの強度が出てるので、非常に強いと、こういう工夫がされています。もうね、人が撮影を始めるとヘリコプターとか飛んでくるんですね。邪魔じゃ。これです、メタルジョイント。これがね、このジョイントだけで800円ぐらいするのかな、ちょっと高いんですけどね。これを使うことで、強度を作って跳ね出しも作ることができると。それからベッド面、強度を取るために1、2、3本ね、両サイドと真ん中にもう1本補強を入れることで、まあ人が寝てもたわんだりしないようになるかなと思ってるんですけども、これはね、だいたい長さ1500ね、1m50cm の1本のエレクターパイプの耐荷重が 39kgN、 39Nkg、 39kgN っていう荷重に耐えられるって書いてあったんですね。さっぱりわかりません。まあ、39キロぐらい乗っかっても大丈夫ですよということなのであれば、1本、2本、3本あるので、まあ子供が1人寝るぐらいは耐えられるんじゃないかという、いつもの池さんのざっくり設計で作ってみました。まあ壊れたら直せばいい。イージー。というわけでですね、早速車に収めてみましょうか。どんな形になるのか見てみてください。Here we go。さあ、それではここにね、二段ベッドを収めてみたいと思います。よいしょ。うん、いいでしょう。さあ、こんな感じで収まりました。今回まずね、どういうふうに収めたか説明していきたいと思います。こんな感じですね。ベッドが収まりました。さっき、なぜ跳ね出しの部分を作ったかっていうと、こういう風に、一番後ろのラインが、こっちね、壁まで跳ね出しが効かないんですね。なので、一回バックしたところから、こっちにね、目いっぱい、窓側に跳ね出してあげるために、このような作りになってます。というわけで、見てきた通り、完全に置くだけですね。池さんのポリシーを知っている方はご存知だと思いますが、車と女は傷つけねえ。一切車側にはね、ボルトをオンしたりね、ビスで打ち込んだりってことをしない優しい設計となっております。さて、こちら側もそうです。足ね、置いてるだけですね。向こう側もそうですけども。足置いてるだけにしております。こうすることで、車の方はね、加工しないでも、ベッドで作れるようにしてみました。で、なぜ、こういう風にボルトオンとかで固定しないかっていうと、我が家は、2拠点生活をね、やっているので、引っ越しをする機会があるんですね。なので、結構ね、車に満帆に荷物積むっていう必要があるので、簡単に、取り外しができるようなことをすごく重要視して作っています。なので、どっかにね、固定したりとかしないで、サクッとこう、取り外しするようにしなくちゃいけないのも、これ僕の、我が家のハイエースならではの仕様ですね。このような感じですね。窓側いっぱいまで、ベッドスペースを作りました。まずはこの状態で、通常のね、ベッド、の天板を戻して実際の二段ベッドの雰囲気を確かめてみたいと思います。ははあ。実はですね、ベッドを組んでみたのが今回初めてなので、だいたい雰囲気がつかめました。これでもちろんこうね、上段に人が寝て、さらにこう下段にね、人が寝て、ここが二段ベッドになるわけです。これは、
ちょっと圧迫感はあるけど、子供にしてみたら十分な空間なんじゃないですかね。これでかなりゆとりを持ってベッドルーム作れるのではないでしょうか。今ね、僕ね、仮に寝てみましたけども、まあ不安が残る感じです。まあ、ただしですね、これ上にしっかりと天板を作ることで、荷重が分散されるので、もう少しね、安定的にこう寝れるようになれるっていうのと、後ろ側ちょっとまだ筋交いがついてないので、これをつけることで、ぐっと強度は高くなるので、まあもう多分安心して子供ぐらいだったら寝れるようになるんじゃないかなと思います。あとは、もしね、使っていく中で補強したいなとかっていう部分が出てくれば、都度これに、補強を入れていって頑丈なベッドを作れるんじゃないかなと。実はね、一つ問題点としては背もたれいっぱいまで足が来てしまったので、セカンドシートのリクライニングが一切できなくなってしまったというのが一つ問題点です。まあここは子供たちが座るので、ビシッといい姿勢で座ってろよと言い聞かせれば何とでもなるでしょう。あとはベッドの天板をどうするか未だ考え中。さあ、ベッド作り最後ね、この天板ですね、ハイエース2段ベッド計画、これがもう最後ですね、フィニッシュ。こいつ、このね、天板をつけることで一旦完成となりますので、一気に仕上げていきたいと思います。いいか、小鳥。はい。よいよ。いいよ。さて、では、まず、この天板はですね、実は、下の画台の方ね、と固定しないです。上から乗せるだけで、済むような形に仕上げたいので、これがね、ずれないようなね、工夫をしたいと思います。行ってみましょう。そのために、裏側にね、この木を、こうつけまして、はい、これね、裏側ですけども、こんな感じで、木をね、ここに入れることで、ずれないようにね、加工をしていきたいと思います。はい。切ってきました。これをね、まあ、こっちが裏面だとしてね、こんな風に、うん、こんな感じで裏面にね、くっつけることで、エレクターパイプの内側にこいつらが引っかかって、ずれないようにするっていう、そういう加工をしてきます。一応ね、ちゃんと面も取って、綺麗に仕上げてきました。なので、これ後ろ側に今、炭を取って、バシンと飛べるっていうね、作業をやっていきたいと思いまーす。ヒビゴ。さあ、これね、基本ですね。木工ボンドで仮止めしまーす。それでは、このガイドになる木の板をいってみましょう。うん、いいんじゃないでしょうか。こんな感じですかね。よし、さあ固定できました。それでは実際に収まるかひっくり返してみます。てってれー、どうだ。てってりー、ぴったり計算通りに収まりました。完璧です。ちょっとね、この天板がバタつくのはご愛嬌ということで。さあ、次にここの上にですね、クロスを貼ります。今回はですね、予算の関係でもう激安で済ますために、このセリアのねDIY コーナーで買ってきました、リメイクシートで。もともとこれは多分壁紙に、するため
のシートなので天板になるので、あまり、擦れとか上に物を乗っけるのには向いてないかもしれないんですね。なんですけど、まあ、今回はちょっとね予算の問題で安上がり、週末から行くキャンプのためにね、仮につけるために用意してみました。実際に物を見て気づいたんですけど、かなり安物です。これはね、さすが 100円均一です。そんなね大きな期待をして、あ、しかもこれシールになってた。あら、俺木工ボンドで貼ろうと思ってたんだけど、実はねこれねシールになってるので、そのままもう貼れますね。うまいことをちょっと貼っていこうかなと思います。見てみましょう。日々を今回こういうねタイル柄を選んだので、もう実は印をつけなくてもこのまんまタイルを目安に貼っていけば大丈夫じゃないかなと思います。琴路さん、お手伝いプリーズ。潔く貼ります、貼ります。やった、ボトリに綺麗に貼れた。いやいや、だぜ、アオイ、サンキュー。てってれー、できた。どうでしょう、これ。悪くない。予想以上の完成度。すごく綺麗に、モザイクタイルの天板に。見えるじゃありませんか、これ。いかがですか、小鳥さん。虫か。そもそもセリアの、壁紙がものすごく優秀。かなり綺麗にできたのではないでしょうか。納得です。こんな感じで仕上がりました。子供たちのお手伝いがあってできましたけど、超ド素人 DIY 大の苦手の僕でもめっちゃ綺麗に貼れました。これ簡単、おすすめ。それでは車にねセットアップしてみましょうか。どういう風になるのか乞うご期待。ついに完成。ハイエース二段ベッド化計画、このようになりました。こんな感じ。後ろの約3分の1ぐらいをですね二段ベッドにすることで、広くここの段にチビが寝れるようになることで、かなりこう下のスペースがねゆとりができるので、これで快適な車中泊。はい、じゃあまずね下の段に寝てみます。葵さん、どうですか。下の段悪くない？いいですね。ここじゃあ3人寝るってこと？そうです。ここに下の段に3人。はい、じゃあ上。乗って大丈夫？いいよ、乗って大丈夫だよ。はい。一応ね、葵一人ぐらいは余裕で大丈夫な強度計算。ざっくりではありますが、できております。やっぱりどうしてもね、イレクターだけで持たせてるので、足がね、非力な感じは否めませんが、これはまあ、おいおい強度の方はね、強度はね、改善していきたいと思いますが、まあどうでしょう。そんなにたわんでもなく、40キロ弱の息子が寝ても全然問題なくいきそうです。ね、いいでしょう、青。ここにインフレタブルのマットを敷いて、ほんで上に寝れば、ふかふかで快適に寝れると思います。ちょっとグラグラする？ちょっとグラグラするね。そこら辺はまあブラッシュアップしていきましょう。ひとまず二段ベッド完成です。今日の車中泊ベッドルーム完成しましたけれども、まあちょっとあれだよね、空間的には少し広くなったような感じがする、うん、そうだね、ができた。その下は誰が寝るの、うん、小鳥。はい、二段ベッド、これサーマレストのねキャンプ用のマット
マット敷いてました。まあ十分でしょう、寝心地ね。へえ、葵が下段、小鳥が上段で広く快適に寝れます。OK、 グナイ。さて、前回のね、連休の時に二段ベッドを使ってみたんですけども、まあ、結果からお伝えしますと、非常に不評でした。まあ、理由としてはですね、やはりちょっとね、ぐらつきがちょっとありすぎて、ちょっと不安定さがね、どうしても露呈してしまったので、安心して寝れなかったっていうクレームがありましたので、これやっぱね、高さがね、900ありますね。なのに、間にやっぱりこう、補強を取ってないので、今回はですね、この足ね、のところに補強を入れてあげて、まあ前回よりかはね、ぐっと強度を上げて、安心して寝れるようなベッドに、もう少しね、パワーアップしてみようと思います。ヒューイが。やはりね、この長手側のね、ぐらつきも不安なので、一本追加してあげることで、強度を上げてあげたいと思うんですが、天板よりね、必ず下側に来るようにしてあげたいと思います。この高さがベストかな。後ろも、合わせてあげて、絶対にここね、一本、それからここの筋交いというか補強ですね、これが非常に、シビアというか、なぜならこれの邪魔にならないようにしてあげたい。一度くっつけちゃうとね、取り返しがつかないので、ここはね、事前にテストをした上で決めていかないと、あとでやり直しが効かないと。よし、この位置ベストじゃないでしょうか。いいのではないでしょうか。3点ね、これ追加してみました。これを接着して完成。イレクター超簡単。よいしょっと、よいしょ。はい、というわけで、接着完了、接着完了、接着完了。バッチリこれで。でね、かなり強度も、取れました。かなりね、解消されたというか、がっちりしたので、これでね、ちょっとね、安心感が増えたんじゃないかなと。天板乗せてみましょう。よし、よーし。さて、どうでしょうか。なるほど。そうですね、強度が上がったっていうのが正しいのか、安心感が増えたというかね、以前に比べるとかなりきしみ、たわみがね、収まったような気がするので、一気に安心感は増えるかなとは思いますけど、まあ実際にね、使うのは子供たちなんで、一旦ね、二段ベッド計画はこれで一時完成としましょう。次回は、この天板にですね、ウレタンを引いてあげて、レザーシートをね、巻いて仕上げてみようかなと思います。そうすると、もう、この天板自体がベッドになるので、非常に使い勝手が良くなるんじゃないかなと期待を込めて、これはまた次回、乞うご期待。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 年permed!